皆さんこんにちは、菊池里奈です。今日は皆さんに私のデジタル写真集ちょっとだけをご紹介したいと思います。この写真集は、いつもよりちょっと背伸びした大人っぽい雰囲気の写真集となっています。衣装はなんかいつもより大人っぽい感じのこう形と、あとは色味も大人っぽい感じで落ち着いた雰囲気の水着で撮影をしていただきました。そうですね、なんか結構可愛いって思って、いつもの明るい感じの水着も好きなんですけど、逆にあんまり着る機会のなかった色の水着だったんで、すごい楽しみな気持ちになりました。あんまりその不安とかはなかったんですけど、初めて着る色の水着があったので、そこがどんな感じに映るんだろうっていう気持ちはありました。大人っぽいっていう感じの、ちょっと背伸びしたっていうコンセプトなので、笑顔が多い写真というよりかは、こうちょっと儚げな落ち着いた大人の印象を与えられるような表情を心がけました。大人な感じで行こうって最初に言われたので、カメラマンさんと相談してちょっと落ち着いた表情にしていただきました。あんまりその笑顔っていうよりかは、逆にこう大人っぽいって言われることが多いので、そっちの方が合ってたのかなとか、こう見た時に思ったので、そういうところもちょっと見どころかなって思います。ではお気に入りの3枚を選びましたので、順番に紹介していきます。1枚目はこちらです。この写真は、水着というよりかは部屋着っぽい感じの雰囲気の水着となっています。落ち着いた灰色と、この上に羽織ってるチェックの、アウターがすごい合っていて、なんだろう、朝の着替えのシーンを切り取ったような、ちょっと儚いような、そんな写真となっています。この全部羽織ってるんじゃなくて、肩までしか羽織ってない感じで、脱いでるのか着てるのか、どっちかをこう見た側に伝えるようなところが素敵だなと思いました。あんまりこういう感じの着ないので、逆に新鮮でとても可愛いなと思いました。メイクはやっぱり自分でやるよりかは薄い感じで、でもその薄くて、なんだろう、すっぴんぽさがあるのが、あとはその16歳っていうことなので、そのこの大人っぽい中にもちょっと16歳っていう年相応な感じを思い立たせてくれるようなメイクとなっております。2枚目はこちらです。2枚目の写真はですね、初めて着た色の水着となっていて、黒の水着を着ました。この時はですね、風がすごい強く吹いてたんですけど、その強い風もこう逆にこの写真の中で風が吹いて、髪がふわってなってるのが素敵な感じに撮っていただきました。少し口がふわっと開いたような表情だとか、こう遠くを見てるような目の感じだとか、すごい儚い印象を与えられるようなお写真となっています。白とかピンクとか黄色とか、そういうすごい明るい感じの色だったので、初めて着た黒の水着が結構お気に入りです。初めて着る色だったので、自分に合うのかなっていう気持ちもあったんですけど、逆にこう新鮮さがあって、どんな感じで写るのか楽しみでした。やっぱり暗い色っていうのもあって、大人っぽい雰囲気が出てるのかなって感じるのと、あとはやっぱり体のラインがすごい綺麗に見える色なので、この立った時にすごい締まって見えるというか、素敵な写真に感じました。3枚目はこちらです。3枚目の写真は、赤い水着となっています。この写真はですね、本当は着る予定じゃなかった水着なんですけど、カメラマンさんがこの水着も合うんじゃないかということで最後に着た水着です。で、赤い水着って言っても無地の水着も着たことがなかったので、す
すごいなんか新鮮さを感じるのと、あとは濡れ髪がすごい合ってるように感じました。ヘアメイクさんが濡れ髪がお気に入りだということで、濡れ髪を一つさせたいって言ってくださったので、その時にしていただいた髪型になっています。濡れ髪って言ってもこう自分の普段のお風呂上がりの感じというよりかは、おしゃれなこう濡れ髪ですごい可愛いなって感じます。これ本当に自分のなのかなって感じるので感じます。他にもまだ好きな写真があって、せっかくなんでもう一枚紹介したいと思います。こちらです。こちらの水着は、緑の水着を着たお写真となっています。芝生に寝転がって写真を撮ったんですけど、この時に下半身はこうこっち側を向いてるのに上半身はこう向いてるっていう、ちょっと不思議な写真になっています。結構体が柔らかいねってこの時に褒めていただいたのが印象に残っています。自分の水着も緑で芝生も緑でっていう感じで一体化してるというか、その感じがすごい素敵な写真となっています。そうですね、あんまり16歳だと思わなかったってとか、大人っぽいって言われることが多いので、そうですね、あんまり16歳って言うと驚かれることが多いね。昔から落ち着いた性格だったので、なんか本当に何歳とかマセてるとか言われることもありました。すごいなんか写真を撮ってる時はですね、集中してることが多くて、あんまり周りを意識してないというか、自分の世界に入り込んでるような感じで、なんかこの写真の中にでも、この写真を見た人がどんな、裏側というかエピソードを想像させるように、こう物語を受けられるような表情をするようにしています。めっちゃ言われます。なんかよくなんか怒ってるって言われることもやっぱあって、でもなんかあんま表情が表に出ないタイプなので、表情というか感情が表に出ないタイプなので、なんか無表情だけど心の中はめっちゃ笑ってるって時が結構あります。笑うのがすごい最初は苦手だったのと、やっぱり写真を撮られる機会が全然なかったので、どんな風に撮られてるのかなとか、どこを見たらいいのかとかすごい不安だったんですけども、そうですね、やっぱりこう回数というか写真を撮ってもらうたびに、少しずつこう表情上手くなったねとか褒めていただけるので、そこを糧にちょっとずつ自分で研究しています。なんか表情作りが前よりか柔らかくなったとか、写真撮れ慣れてきたねとか言っていただけるので、自分でもこう見た時になんか最初の方硬いなとか思ったので、ちょっとは成長できたのかなと思います。結構嬉しいのとか、よかった、頑張ってよかったなとか全然初心者だったので、その初心者からこうどんどん上達していく過程とかを見てくださってる方が楽しんでいただけたらなと思います。そうですね、すごいお気に入りの写真集です。いかがだったでしょう。こちらで紹介した以外にも素敵なカットがたくさんありますので、ぜひ皆さんチェックしてください。それでは菊池ひなでした。